北区中央公園文化センター、東京兵器補給省、東都は、東京都北区、板橋区に所在する日本の旧軍用地。東京都北部の板橋、十条、王子、赤羽近辺に所在する。東京兵器補給省地区と東京造兵省地区の2、地区に大別され、それぞれの地区はさらに複数の地区に分かれる。大日本帝国陸軍の施設であったが、第二次世界大戦後に、 アメリカ軍によって接収された。東京兵器補給小区は1958年12月23日に陸上自衛隊十条中トン地となった。東京造兵小区は1971年10月15日に日本へ返還された。これらの地区はサンフランシスコ平和条約により連合国軍は 条約の効力発生後90日以内に撤退するよう定められていたが、接種地については発行の90日後にあたる外務省国事第33号及び第34号によってその扱いが公開され、東都地区は無期限使用施設とされた。しかし高度経済成長を経て1960年代末頃から東京近郊の都市化が拡大し、 1967年には日本社会党、日本共産党推薦の濃部良吉が東京都知事に就任した。そしてベトナム戦争に対する反戦運動が高まり、王子野戦病院反対闘争が起きた。そうしたことから、米軍施設の集約移転について、日米双方で合意した結果、東都の未返還地区についても返還されることとなった。従条駐屯地。 ありがとうございます。